大真鶴賢治は奈良県吉野郡川上村出身で旭山部屋に所属していた元大相撲力士。本名は大前賢治。身長188センチメートル、体重171キログラム。最高位は西前頭16枚目。特異種は右四つより血液型は O 型。幼稚園時代には大きな鶏もも肉のローストを3本食べるなどして、 後に大相撲で活躍する体を作った。1992年5月場所初土俵。出世は、決して早くはなかったが着実に番付を上げていき、1997年、11月場所には幕下に昇進した。右四つが得意で、その頃から将来を職望されるようになったが、引いて押し出される相撲が多く幕下上位で苦労した。その間2001年11月場所には、 幕下優勝を果たし重量を狙える地位まで昇進したが一度は跳ね返された。しかし2003年11月場所に再び幕下優勝。西幕下16枚目だったが関取定員増加の恩恵を受けて翌2004年1月場所に重量に昇進した。この場所の新重量には大間なずの他に後に横綱に昇進する白鵬もいた。 二場所で幕下に陥落したが2005年1月場所に重量に、復帰すると重量に定着。西重量筆頭に上がった2006年5月場所で8勝7敗と、4場所連続の勝ち越しを決め、7月場所では、初土俵からの所要85場所での、史上6位体のスロー出世での新入幕を果たした。しかし、幕内のレベルの高さに苦労し、2勝13敗で終わり。 一場所で陥落となった。その後は十両に在位していたが、2007年9月場所で、左眼過底骨折のため途中休場し、11月場所では幕下に陥落した。関取在位後一場所で既存部屋継承限定の、年寄り襲名資格を得られるだけに、奮起が期待されていた。幕下陥落後も不調が続いていたが、2008年。 7月場所で6勝1敗の好成績を挙げ8人による優勝決定戦に進出。2回戦で山本山に敗れ優勝は逃したものの9月場所では幕下上位に番付を戻したこともあった。その後、怪我などの影響で関取復帰を果たせず2010年1月場所限りで引退した大間なずる連獅力史情報スーモドブ2012年5月3日へズラ ありがとうございます。